部屋を一個一個見て回る、まあ、そう見て歩くことある？いやいやいや、一般徘徊おじさんですって。まあ、それまかり通ると思うんだよ。相方言うよ。え？え？取られたわけじゃない。そんなことある。売られる。証明してくるよ、シャーロン。相方大先生。クソかシーをするぜ。俺は西の名探偵ハットリー。何？ヘイちゃん。ヘイちゃん。ヘイちゃん。でローラは何なの？してないっすね。え？僕は村人。純粋な村人だよ。なわけ。なわけ。なわけ。まあでもそれ本当なんですよね。僕回答でロボロスさん盗んで村人でした。何やって？何？ショッピー。え？お前俺の目の前でその黒い煙弾を持って2個持ってアピールするってことはお前自分が黒ですってことやね。よし分かった。大丈夫。違うか。出来心だったんでちょっと遊んだろうっていう。いや僕黒ですっていうアピールかな。探偵すんのおかしいやろ。確かにそうか。てかなんてチーノがなんて。僕がロボロを怪盗で取って村人でした。うんはいはい、なるほど。え嘘ですよ。僕探偵ですよ。あれ？何？あれ？あ、嘘です。あ、嘘です。嘘です。何を重ねていってる？ごめん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 。ブラシの困らせたら思ったけど、思いのほか信じたら。いや、びっくりするよ。トントンとも被るし、こいつは何を言い始めるんだっていう感じ。てか、もし仮にそうやったとしたら、俺爆速でお前殺していくだろう。せやな、せやな。本当にごめん。もうちょっとで撃ち寄ったで、チーノ俺。お前、予言は？マジかよ。予言は？使用します。クーです。あ、クーぞ。なので怪しい人を一人だけはい占います。おお誰だろうな。誰やろうな。まあ現状だと思う。クーさんの心のままになるのかな。トンロボチの心のままに。え、なに、大丈夫ですか。ええ、クーさん、え、クーさんのロボショッピは屋上に乗ってます。あ、よかった、よかった。やめてよロボさん。え、ちょ、フェイントか。フェイントか。超人か。勘弁して。何この。部屋に隠れてて使用してたんですけど、はいはいはい、スーってシャオさんが入ってきた。俺これは危ない。怪しいですね。スーって入ってきたからもう、言って一般徘徊おじさんやんか。じゃあそんなさ、じゃあ通った部屋はじゃあ戻らんときますわ。なんか部屋の中でも、まあ、部屋を一個一個見て回る。そう見て歩くことある。いやいやいや、一般徘徊おじさんですって。まあ、それまかり通ると思うんだよ。お前は数々の犯行を起こしてきてる。ダメやぞ。ほんなら俺のこと予言したらいいんちゃいます。あ、まあ、確かに。なるほど。待ってください、クーさん、これ、狂人の時のシャオロンのムーブです。あるある。寝るから。そう、吸おうとしとるな、こいつ。怪盗一応信じるんやったら、ただの白、あれやろ、村人を取った、頼むか。すごいやろ。めっちゃ守ってる。一個注意喚起したんやけど、うん、俺が村人って言ってからチーノ出てきたから。まあ、それはそうね。そう、一応ね、黒側取った場合の、あの、黙っとくことを考えると、たまたまうまく噛み合った説があって、チーノも黒側の可能性もあるな。あ、なるほど。まあ、でもそれやったら俺トントンで言うかな。だって村人って本当である可能性って一番低いというか高い。あ、うん、え、だって人狼でも村人って言うじゃん。うん、うん、あ、そういうことか。そう、探偵とは言わんでしょ。いや、引く確率が高いのも村人やから。あ、まあそれはそう。それを考えると言いやすいんだよ。でもこれ競合せずにうまいことできる可能性って、ほんまに怪盗だったパターンと、うん、ロボロチーノで黒黒で示し合わせるぐらいしかなくない？狂人やったらいいとこやん。狂人がなんか、ん？黒アピーしてショッピーの話やん。あそこにショーさんがこっそり立たせてるから怖いよね。向こうってなったのよ。違う、さっきから言うなって思ってたけど。狂人が仮に怪盗使用して村人取りましたっつっても、うん、その、うん、ロボロが仮に人狼やったとしたら、うん、
あの示し合わせるやろうから狂人、あこいつじゃあ狂人なんかなみたいな感じで示し合わせるやろうから、うん、割と適当に言っても狂人実は怪盗意外と人狼合わせてくれる説はワンチャンあるよな。絶妙なよな。まあでも今んとこ俺信用していいと思ってんね、うん、今んとこ。でもそれで行くんだったら新怪盗どこだってならん、使用してない、黒取ってる、黒取って隠れてる、うん、あーそういうことか、出れへんかって役職なんやろ多分。黒取って隠れてるパターンだったらそうなるってそう、スーパー深読みしてるとは言っておくけどありえない線じゃないとは思ってる、うん、あれクルーさん両言打ちましたっけ、まだ。いや誰逆に打ってほしいとかあります、みんなさん。そうっすね、まあ、まあ、でもえ血のロバのライン消す、いやそれはでも薄いか、考えるべきではない。ちょっと。うん。白率高いしな。そうね。トンロボチノが今んとこ占い対象から外れるのかいな。かな。そうだね。そうだね。うん。うん。じゃあシャオウツショピー。あとピクトさん。ピクトさん。ピクトさん。やっぱクネクネクネ。不安の種であるサゴロ占っときますか。あ、いいですよ。言っとく？言っときますか。まあ悪くはないですね。そう、こいつめっちゃそわそわしてるんですよね、さっきから。いつも通りやって今まで頼んでた。なんならバレて動きたいまであるみたいな。あ、そうだ。暴れたいよ、タイトル取られてないって分かってからね。それほんまやった時恥ずかしいやつやん。でもね、意外とシャオさん白かもしれん。じゃあ占ってみてよみたいなこと言ってたから。まあ確かにね。ああ、まあ、自信あるんかなと思ったら、ね、占われたくないよね。開き直ってるぜ。開き直ってるぜ。こいつは悩みやめろや。シャオの悩みやめろやお前ら。そうじゃあまあシャオさん言っときますか、ここは。あ、行きましょう行きましょう。全然いいですよ。え？あれ？え？あれ？あれ？え？シャオさんの人狼です。おい！人狼やけ！恥ずかしいやつ取ったぞ。どこだ？おい恥ずかしいやつやめろお前。おいシャオカス！やめてよー。恥ずかしいよー。どこにいる？通りで、通りであちこち、通りであちこち徘徊してたんですね。あらまあ。シャオさんどこおるんや今。何がいつもどおりやこれ。いつもでも涙使うから周り警戒して。あ泣いてる。泣いてる。泣くな。二階はなんかいなさそうな感じするけど。ちょっと待って。なんか屋上からも見えへんな。ちょっと待って。屋上もおらん。一階？えシャオさんいない。全然見ないな、どこにおるんやろ、ね、おめえよ。あ、そっか、こっから見えんのか、これ。なるほどね。クーさんの居場所がバレてるから、ある意味は危ないっちゃ危ないよ。せやねんな。クーさん2階におったな。ええ え、おやおや見ている。貴様、後ろから見られている。一階にいたけど、ずっと。また言ってんのか、これ。騙された。錯乱してきたな。ロボさん、後ろですよ。おらへんやんけ、お前。怖っ。まあ、もう、水タイミングもちょっと一した感はあるな。まあ、確かに、もう離れてるよね。てか、もう一人誰だよ、おい。それはそう。とか言っておめえじゃねえのかよ。いやこれ鬱あるぞ。俺か。確かに。そう。部屋の中にこもってて涙が来てからも外に出ずにちゃんとこぼって隠れようとした。そうね。ポマエ。大。ポランド。ポマエ。ポマエ。ポマエなのか。ポイだか。いや相方は分かりやる。ポマエなのか。じゃあ分かった、相方言うよ。あ、じゃあ言ってよ。え？取られたわけじゃない。そんなことある。売られ売られる。証明してくるよシャオロン。相方大先生。クソかこいつ。クソかこいつ。ほんまに？これガチか。これガチか。ガチか。クソかこいつが出るってことはそういうことか。せやねんな。います。います。いやシャオロンはな、味方運動はね信頼できんねんな。あこいつたまにほんまに売るからな。嘘つかないからこいつ。全然あるよ。いやでもほら、例えばだよ、仮にだよ。うん、俺が人狼だとするじゃん、うん、この相方のピンチに乗じてやるよ。いやお前はやらない。大先生最後まで潜む。なんで信憑性上げてくんだよおめえ。綺麗に隠れてんだよ。俺も1階2階探してんけど全然おらん。すれ違ってるかもしらんけど。
透明かあいつ持ってないね。どうやってこれを言うて30秒やろ。30秒やな。こんな長くはかけられへん。そうですね。プサこの階段から来ました。どうも。あ、違う。おおおお。びっくりした。びっくりした。バクサクビクニーおるって。すーっ。白い水星。いや、怖い。はいや。いや、まあこういう時は人狼を倒さないと。白確かに証明できない。そうなんですよ。確かに。いや、見つけたらクロス組む。オッケー。クロス組む。過去。あの信用できるわけではない。確かに確かにそうだわ。相方やで。なんでや。いや全然いない。あえあいるいるいる。シラスいるシラスいる。治療室。ピクさんピクさんピクさんよく見て。俺ピクさんよく見て。俺だから治療室。ピクさん信じてくれ。頼む。ピクさん殺していいんじゃないのか。ダメです。ゆっくりバイク行こうとしてる。ピクさん大先生シンバ頑張れ。やかましいわ。これどっちやどっちや。これどっちなんだ一体。だがうつ戦は1階にいる。1階ちょっとなんで俺ネビになってんの。いやだって黒のシャオさんが相方やって言ってんねんもん。違うよ、うん、ほらピクさんほら俺の殺意のなさ見てくれなかったんすか。なんかこれ俺ピクトさんちょっと怖いな。こうなるとちょっといやショッピー君も怖いよ。いつの間に1階にショッピー。いや今普通に階段を下っていきたとこ。ここ階段あったでしょ。あったかな。あ、ありないの。ねえのやばいよ。ええクーさんとチーノ死んでる。ええあトントンもや。ええどこで。え屋上上じゃないこれ。3人死んでる。ぬええええ。あ、痛い痛い。1回いる1回いる1回いる。誰あ、シャオロンか。1回にシャオさんいる。3人死んでる。ぬええあ、痛い痛い。1回いる1回いる1回いる。誰あ、シャオロンか。1回にシャオさんいる。あ、これはある。シャオさんシャオさんどこやどこや。あー、お前おるおる。やべえ。どこうわぁ、ちょっと、ちょ、どうした、ありがとう。あの、え、エンパ投げようとしたら俺、捨ててもうた。危ねぇ。捨て。危ねぇ。あぁ。おい、ちょ、もう一人の城。そいつ人狼やで。他全員人狼やぞ。まあ、そうなるよね。このせいあったら。てか、え、どういうこと。要は、城郭3人死んでるってことは、もう狂人と人狼がまだ残ってんのよ。そうで、フルで残ってるってことは3人でしょ。で、俺が白もらってるから、一応あ考えると、俺以外のもう一人の白は周り全員敵やぞ。ショビ、ロ、え、そうなのか。本当に今ロボロが言ってることは正しいのか。かま、一応ロボロさんが、え、でもロボロさんたあの、怪盗で村人取られたから白やから嘘ついてると思えへんねん。なるほど。ここで無理筋は多分ないと。お主は一体どっちじゃ。お主ロボロさんが残りおるかわからん。シャオロンさんを殺さないことには始まらない。そうね。それで白角もらって。シャオロンは先やりたいんだよな。わあ、待って。なんだ。これはショッピ君をやったぜ俺は。ないんすか。待って、シャオロンさんも上いるな。これ。何？二階か。上いる。ショッピ君絶対これ黒だ。ショピ君黒っすよこれは。了解。上って屋上。屋上でシャオさんとショピ君いたんで。屋上。あ、ピクさん。お、そうっす。大先生屋上っすね。俺行きます。となってくると怪しいぜ。俺屋上いなかったっすよ。もう声が声が怪しい。ピクニーが白とした場合これ、はい、ウス先生黒なんですけど僕が。うん、で、あるならばショッピー黒じゃないの。いや、考えてくれ。んピクトさんがショッピー君を殺して仮にこれ、うん、白じゃなかった場合お前ら全員敵やねん、俺。逆にピクトさんが白だった場合シャオ撃つ確定黒やん。誰か今の翻訳してくれないか。なんでやねん。普通のことしか言うてへんやんけ。
ロールさんごめん聞いてなかった。ロボロが人狼ってこと？そうみたい。一旦殺すかも。まあとにかくシャオロン殺さな始まらんな。そうね。どこだ？切りついてきたじゃねえか。いやこれ怖い。この証人の人が一番怖い。いやマジで緊張してきた。怖いぜ。どうしようこれ。チラリ人がいないぜ。本当にいないんだけど。やだやだもう。お前らいないってことはお前ら全員黒だったりしないよな。嘘だよな。そんなわけないだろ。そんなわけない。ないだろ。はあ、シャオちゃんが2回目。2回目。2回目。ふーん、ピクト美味しい。何？シャボ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 シャ。ピクトさん死んでしまったのか、シャオロン。ってことはお前ガチガチで相方撃ってたんか。お前最低やな。お前マジで最低やな。だがロボロ、ここで俺が本当の真実を明かしてやろう。何？俺はショッピから人狼を取った怪盗だぜ。さあロボロ覚悟しろよ。なるほど。道理でおかしかっただけだ動きが。ほんまに相方やったんや。さあ行くぜ。よかった俺が苦労じゃなくて。ロボロおるで。シャオロン2階階段のとこ。了解。ふい。一旦まずいか。一旦まずいな。やべ、走るね。終わった。殺されます俺。さ。え？走れね。どこだ？あ、ロボロ一階の階段。逃げた。どこの階段？階段が2階から1階の階段。うおーうわーよし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 。死んだのかお前。よし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 。うん、とりあえずザコは1匹勝ったぜ。ピークアドバンテージも知らない FPS 初心者が近距離で死にやがったぜ。あとはお前だけだ。どこだ？敵討ちせなあかんねん俺は。誰の？え、お前に騙されて哀れにも死んでった村人たちに。お前あの3人やったの絶対お前やろ。あれ俺じゃないよ。え、あれ俺ピクニーしか殺してない。え、じゃねえじゃん。哀れなトラブルやったんじゃね。一般人のやつ。おい来いよ。俺は盾持ちだぜ。近づいたら俺の方が強いんだぜ。まずい、非常にまずい。ふっ、来いよ。あぁ、おいしい。大パンを打つ。すごいよ。イエーイ。お前最強だよ。お前最強だよ。惜しかった。最強最強。一般異常者のショッピーさんどういう気持ちですか。俺はずっと俺が村人になってるんじゃないか不安で不安でしか指も持たんと歩き回ってたずっと。これやっぱ